富士里駒ヶ岳は、秋田県山本郡富士里町にある標高1,158メートルの山。この地区の地名からたら駒ヶ岳とも呼ばれる。江戸時代の絵図では、かせないやかせない駒岳と記されている。秋田県北部、青森県との県境近くに位置し、白上山地の南東部にあたるが、世界遺産の範囲には入っていない。山頂からは、岩木山。 白神岳などを望むことができる。気象条件がかなり良ければ、岩手山、鳥海山、小賀半島、北海道なども見られる。火山であり、ふもとに火山灰も積もっているが、歴史的な噴火等の記録は残っていない。駒形家という名前は、馬の形に見える、残雪期のネガ型の雪形に由来する。この馬の雪型の見える時期がちょうど田植え期と重なるため、農民は、 駒間形の雪形で田植えの季節を知ったという。右の写真では左向きの一頭の馬を見ることができる。この馬の形は年ごとに違い、二頭の馬の形を見ることができる年や、馬の形がそれほどはっきりしない年もある。明治時代に最初にカメラを持ってこの山に登ろうとした二人の若者が遭難し行方不明になる事件があった。一人の若者の遺体が発見された場所には、 その後、遭難日が建てられた。その後、駒ヶ岳には姿を映そうとすると起こる神様がいるという迷信ができた。現在では何人もの登山者によって写真に残されている。1970年代に駒ヶ岳の周囲の森林は次第に伐採され、その後が目立つようになっていった。少年自然活動の一環として少年たちとこの山に登った。 写真展経営者の鎌田光一は、少年の駒ヶ岳山頂から発した、自然って遠いんだなという一言にショックを受け、自然保護を志した。この活動は、自然破壊の象徴的存在だった青空、林道建設を途中で止めさせ、白紙山地の世界遺産登録に結びついた。2013年現在、伐採された駒ヶ岳周辺の山々にも次第に、樹木が伸びてきて、 伐採跡も目立たなくなってきている。駒ヶ岳周辺は昔から人間に利用されていて、原生林はほとんど残っておらず、また、白神山地の世界遺産登録当時は周辺にかなりの伐採跡が残っていたため、世界遺産の範囲には入らなかった。棚江大湿原黒井沢のり山道の駐車場から15分程度に、ある、高層湿原。春は、ブナの新緑と湿原に咲く。 水場所、流金河、夏は、日光木すげ。近郊河、流金河、秋は、紅葉が楽しめる。たら峡谷たら鉱山跡から上流にある峡谷。道が整備されている。祈願や巨石の間を流れる渓流や大きな滝を見ることができる。岳大自然観察教育林自然観察林として整備されているブナの巨木の林。ブナは、 通常数百年程度で寿命を迎え、それほど大きくならないが、ここには樹齢400年を超えるブナ抜きがある。入り口にはトイレが整備されている。この森は昭和48年度レクレーションの森、だけ大風景林に指定された後、平成4年4月現在の名前、自然観察教育林に変更された。猿が生園地素派里ダムのダム湖中央部にあり、 県立公園として設定されている、キャンプ場や食堂、売店、遊具などがあり駒ヶ岳登山の拠点としても利用されている。ありがとうございます。